球さんの口癖。とりあえず取っといて、うん、こっちで何とかするから。E級さんのさ、そのこんちでもうちょっと日本を良くしてもらえませんかね。一気にちょっと世界観というか空気感がなんかあれですね、のんびり感性な感じになりますね。なんかこういうところだったらちょっと広めな土地と買ってのんびり過ごせるんだろうなって本気で思う最近。本当に最近そうね、なぜ都心に住む必要があるんだろうと思っちゃうね。職場でしょ、職場が近いからでしょ。最近、俺ガイアの夜明けで見たんだけど、酒屋さんとかお米屋さんだったりとか、あと牛乳屋さん、最近ほらなんか牛乳、朝牛乳瓶だったりとかさ、こうあの買う、あの届けてもらうさ、ご家庭が少なくなったんだって。その稼働が減ってしまった時間帯だったりとかに、その牛乳屋さんの、配達屋さんだったりとかはアマゾンだったりとか、あのお店だったりとかの配達だったりとかの仕事を請け負って自宅に今配送してくれるサービスだったりとかがあるんだって。それも本当に明日行けますとか今日行けますだったりとか、もうその日にあの行ける時に言えばいいからすごい楽なんだって。働き方の多様性がなんかすごい今ちょっと知らない間にこんなにも広がってるんだっていうのにびっくりしたから、なんかちょっと仕事と仕事の合間時間が空いたなーっていう時、車空いてっからさ、俺アマゾン配達しようかな。アマゾンです。ちょっと頭だかりしてアマゾンです。アマゾンです。アマゾンです。お届けに上がりました。あ、こんだけいい声使っても不在ですか。不在ですか。ほんとね、やれるもんならね。ここにはあの奥様がいらっしゃるんだなだったりとかっていうことで、いや僕接客のプロだったからさ、だから確かにその配達するお客様に対応して違う話し方するとできちゃうな、できちゃうな、カキゾン、カキゾン、できちゃうな。お客様ファースト、かっこ声。ぽいこでしゃべって。あ、スタジオアリスです。え、撮らなきゃ、今日スタジオアリスだっけ。撮らなきゃ今日スタジオアリスだよね。ちゅうかあのスタジオアリスのあの建物、はい、三角だったじゃん、はいはい、あれ多分元アルペンだと思うよ。あ、そうなんですか。お店、あ、アルペンがあったところ。そうそう、アルペンのさ、お店って全部あの三角の形で作られてるんだけど、はい、こういうことでしょ。多分あそこ撤退して、はあ、それをスタジオアリスさんが買い取ったんだね。はあ。っていう変な豆知識。
こんなんばっかじゃん。もう日々うんちくだよ。マジで。いやうんちくって言うな。いやうんちくってさ、聞きたくない人が言う言葉に聞こえるの。なんかこれ、それでなんか豆知識だったら、あ、今日も嬉しいだけどさ、今日もうんちく嬉しいってなんか違うじゃん。言葉的に。がんちくのあるうんちくを。本当にもうやめた方がいい。うんちくどう？え、うんちく、え、やだろ。じゃあもう今のだし、今のアルペンでもなんでもないです。なんで映像を回してるかというと、一人のお客様がいらっしゃった。何よ、だって始めてんのよ。ねえ、もうちょっとで神戸着くかな。知ってる？その俺たちが行くんで、神戸、新神戸でしょ？駅ね。新でついてるって新幹線のためだからね。新幹線の新って新しいだもんね。その新をつけて神戸の駅には新幹線が止まれるような大きな都市がなかったから新神戸だからね。新横浜もそうだよ、一緒だよ。横浜駅に作れなかったから新横浜っていう駅を作ってるよ。本当に？ねえ、嘘だったら教えて。いや、だと思ってる。調べてはない。1972年に JR 新神戸駅は新幹線駅として開業しました。勝った。新大阪、新横浜、この2駅は新幹線を設置することが一番の理由です。だって、いやいや、こういう作りってやっぱ面白いよね。なんで新神戸は こういうのも勉強なの。なんで新神戸駅は左側なんですかっていうのも、これも気になるじゃん。勉強なの。気になる。あ、やばい、マジでついちゃったよ。やばいよ。